ボートレーサー。モンキーターンっていう漫画があるんですけど、野球少年だった子がおボートの世界に入って成り上がっていくっていう話なんですけど、自分も野球してたんで、そういう重なる部分があって、あ、やってみたいなっていうのがきっかけで挑戦してみました。プライベート、イルミ K、趣味アウトドア、好きな食べ物明太クリームパスタ、好きな音楽ラッドウィンプス平井大。車の中で音楽聴いたりしてたらる時が一番リラックスしてるかもしれない。行ったところでキャンプするのもいいんですけど、時間の流れがすごいゆっくりに感じるんで、いつもせわしくしてるのと離れて、あえてゆっくり過ごしたりするのがすごい切り替えたりとか、リラックスして次の仕事に臨めるかなって僕は思ってます。ボートレーサー、自分の頑張り次第で賞金も稼げたりとか、夢を見させてもらえれるんで、なんか自分の力を試したいって思うにはもってこいの職業だと思います。迫力であったり、こう一瞬の判断の中でのこの動きに、なんかこう僕は魅力感じるんで、そこを見てほしいですけど。レッツボートレース。